はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに麺屋あゆむさんに来ております。僕の動画では昔ね結構来ておりまして、それこそ茹で前で4キロぐらいかな、一番食べたので、もう本当にねやばいんですよ。本日は久しぶりですね、この淵野辺にございます本店で、まあ、ラーメンを食べたいということで、今回はまあ無理せずにね、茹で前 1.5 キロぐらい、僕らで言えば軽食ですかね。とんでもなくでかいんだけどね。今回はですね、デカ盛りですので、食べながら途中途中いろんなトッピングを紹介しながら味変をして、このねあゆむさんのラーメン楽しんでいこうと思います。ということで、ただいまですね、こちらあゆむさんのラーメンが到着いたしました。こんなもりもり、のりや味玉、生姜、豚ももちろん混ざしていただいております。早速ではございますが、こちら出来たてのラーメンをねいただきます。このスープよ、あーうまっ、あー求めてたこの醤油感。この麺が、ね、届かないので野菜からいかせていただきます。うん、この味付け油とさ、野菜がうまいのよ、このコンビね最高ですよ。で、このね、増した豚、いただきます。やっとね、見えてきました麺がね、登場でございます。いや、この麺もね、わかるかな、このストレートなんだけどさ、超極太の麺、これがねスープに絡むのよ。こんだけ太いけどもちもち食感で、小麦の香りとたまんないね。この辺りでですね、トッピング大量にありますんで、もう一面にかかってる海苔を使ってね、麺いただきたいと思います。やっぱりね、このあゆむさん、この本店には久々に来たけど好きだわ。そしたらさすがにね、この辺りでちょっとずつ味変を使っていきましょうか。第1陣目の味変はこちら、魚粉でございます。またね、この豚感に魚粉が加わるとね、より一層旨味が増すんですよ。うまい、とにかくうまい。うん、
それにしても結構すすってるつもりなんだけど、ほぐすと麺が減らないです、むしろ増えます。そしたらですね、続いての味変も試していきましょう。今回2つ目注文したのがカレー粉でございます。これを変えるとパンチ力が増すんですよ。あー、いい香り。やっぱカレー粉うまいっすね。もちろんね、ちょっと違うんだけど、分かりやすく言うと豚の出汁が濃厚なポークカレーよね。ほんとみんな、あのこの歩さんでね、ラーメン食べるときは一回試してみて。このカレー粉50円だから、トッピング最高にうまい。結構ね、あゆむさんのラーメンはこの醤油感っていうのが塩分に関してはしっかりめなので、食べてる最中も麺をね、天地返ししてった方が味がね、すごく均等になるんで、おすすめいたします。そしたら残りの麺ですけれども、これぐらい、通常のね、大サイズラーメンよりは少なくなってきたかなって感じでございます。本日もですね、終盤戦にはこちらの生卵をつけていただきたいと思います。これが好きだったんだよな。いただきます。どうしてもね、こう麺混ぜても終盤の方はね、スープ吸ってしょっぱくなってくるんですよ。そんな時に生卵を使ったまろやかな麺がうまいんすよ。しまして、魚介だしが効いた蕎麦屋風ポークカレー、どうでしょう。このカレーと魚粉をブレンドするの相当おすすめですわ。魚介だしと豚だし混ざったこのカレー風味、まさしくね、蕎麦屋さんのカレーなのよ。ちなみにもうあとね、本日頼んでる味変はこれで終了なので、どんどんね、この後は楽しんじゃいましょう。
ということでですね、生卵を全て完食いたしまして、もう残りはこれだけ、まあこれだけというかほぼないです。やっぱ好きなお店のさ、こういうラーメンとかご飯食べてると、このね、最後が一番悲しいのよ。もう終わるなみたいな。そしたら本日最後ですね、こちらの味玉で締めさせていただきます。はい、ということで本日はですね、久しぶりに僕のね大好きだったこちらあゆむさんでラーメンを適量ねいただいてまいりました。やっぱりね、最高にうまいラーメンですわ。麺スープともに美味しいし、お肉も美味しいし、トッピングなんかも結構豊富に販売してますので、いろいろですね、人によってのカスタマイズ好みを調整できますので、皆さんもこちらのあゆむさんで自分の一番これがベストだなっていう、まあ、トッピングカスタマイズをして、ぜひねこのラーメン味わってみてください。またね、もちろんラーメン以外も全部めちゃくちゃうまいので、いろいろとね試してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕の動画では久しぶりのあゆむさんですが、今まではですね、こう愛情盛りをすごくしてくださってたんで、申告をねしたところからさらに約 1.5 倍ぐらいね、麺増えてたりしたんですけれども、店員さん曰くもうね、申告通り盛りになりましたなんてお話をしてたのでね、今回は事前にお願いしたゆで前 1.5 キロぴったりねいただきまして、苦しくなくしっかり最後まで美味しくね、いい感じに腹8分目で、撮影をね終わることができました。本当にね、もうこのベースのラーメン美味しいんですよ。まあ昔からというか、もうオープンの頃からですね、本当に行列店で人気で、常連さんもねたくさんいらっしゃる、すごく愛されているお店ですので、ぜひですね、最近では大食いの方なんかもちょこちょこと、また行き始めているお店ですので、皆様もですね、このあゆむさんで美味しいラーメン食べてみてください。ちなみに夏になると冷やし中華が始まりますので、僕は次それを狙っていこうと思います。で、本日ですね、このあたりで米編コーナーさせていただきたいと思います。今回のですね、コメント返信は、前回ね、行かせていただいたゴールデンタイガーさんのコメントから引用させていただいております。まずは一つ目のコメント。ゴールデンタイガーさんにね、何度か食べに行ってるお客様からのコメントで、TKM もちろん好きなんだけれども、トマトつけ麺というメニューが大好きでやめられないということで、この気持ちわかります。いやね、うちの妻も、ゴールデンタイガーさんに行くと一番ねトマトつけ麺が好きなんですよ。で、家でもね通販ではトマトつけ麺を買って、まあ、自分たちでねこうチーズを入れてアレンジしたりとか、いろいろと美味しくいただいているんですけれども、本当にねゴルタイさん TKM が注目されがちですが、しっかりとねつけ麺も本当に美味しいので、まあ何回かね、行ってるよってお客様はぜひ TKM だけではなくてですね、一度つけ麺の方も食べてみてください。個人的には全部おすすめなんだけどね。はい、ということで本日2つ目のコメント。続いてのコメントは、僕の動画を見てね、ゴルタイさんずっと行きたいんだけれども子供がいるのでちょっとなかなか行けないよということでして、ゴルタイさんね、確かなんだけれどもお客様でもですね、お子様連れでいらっしゃってる方も結構いてですね、まあ、お店的にもすごく寛大に優しくね受け入れてくれるお店ですので、ぜひですね、そういう気になっていけないっていうのは全然大丈夫です。で、ゴルタイさんの方ですとカウンター席とテーブル席がありまして、まあ、ちょっとねお子様が何歳ぐらいかわからないんですけれども、ベビーカーだったとしても手前の方にねテーブル席があったりとか、まあ、そういった、こう
入れても全然ね食べられるスペースとかもあったりするので、ぜひですねゴルタエさんで、美味しいラーメン食べてみてください。やっぱりね、なかなかうちも娘が生まれた時はこうラーメン屋さんとかにね行くのを躊躇したりとか迷惑になっちゃうなと思ってね行けなかったりはしたんですけれども、やっぱりこうお子様連れでも全然大丈夫ですっていうお店結構ありますので、我慢せずにですね好きなラーメン楽しんでください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。